ザ六は仙台市青葉区春日町にあるシェア型複合施設である。読み方はザシックスである。シェアオフィス、アパートメント、ショップ、ルーフトップ、イベントスペース、シェアキッチンからなっている。ザ六の写真暮らす場所、働く場所、その2つの中間の場所の機能を合わせ持つ空間を目指しており、施設名の六はそれらの数字を足したり、 掛け合わせたりすることで生まれる数として付けられた。さらに、東北6県をつなぐ拠点となるという願いも、込められている。建設業者のエコラが運営している。利用ターゲットは、仙台在住のクリエイター、学生、仙台や東北各県を拠点とする社会人、首都圏からの出張者などである。2016年5月27日に、プレス向け内覧会が開催され、 翌日には一般向け公開イベント、クラボボリューム01チライブラリーの作り方が開催された。同年6月6日に正式にオープンした。築36年の集合住宅をシェア型複合施設にリノベーションした。1階はシェアオフィスがあり、移動店舗も出店できる。2階は賃貸アパートメントが入っている。3階にはイベントスペース、4階にはショップが入っている。 5階の屋上スペースは利用者に開放されている。6階には、シェアキッチンがある。ザロックのキッチン写真に郵便番号9800821、宮城県仙台市青葉区春日町9番15号座、6仙台市営地下鉄南北線、高東台公園駅徒歩10分仙台、市営地下鉄東西線、大町西公園駅徒歩12分周辺には、定前寺通り、 仙台メディアテイクがある。仙台経済界増刊号仙台のプロジェクト2016の2017年版仙台経済界。2017年 P96 ザ6オープン1周年に業種の和共有。河北新報。2017年11月6日閲覧。ウェブマガジンコロカルニュースボリューム1933ザ6公式ページ。 仙台経済会増刊号仙台のプロジェクト2016の2017年版仙台経済会。2017年 P96 ありがとうございます。